たんだ。ふんふん、あっ、照り焼きのフライデーザサーティーズ。よし、2時間半ほどですね、野良で遊んでやっと来ました。やっとジェイソン取ることができました。このチャンス逃さねえぞ。梅干しジェイソンパート9のジェイソンでございます。このジェイソン僕ね、過去に3回ぐらい使ってるんですけれども、いずれも成績が非常に良くなかったんですね。まあまあ、もちろん序盤に警察を呼ばれてしまったっていうこともあったんですけれども、今回はちょっと結果にこだわりたい。行くぞ。よしよし、ちょっとバグっているぞ、ちょっとバグっている。よしよしよし。はい、こちら梅干しジェイソンのいいとこですけれども、高速移動のですね、溜まるスピードが速いで、スタンに対する抵抗力があるで、4つ目の、ストークの時間が長いということでございます。はい、今度は悪いところですけども、走れません。ヒットポイントが少ない。そしてトラップをですね、仕掛ける個数が3箇所しか仕掛けれません。これは少ない。お、見っけた。よしよし。まあ、今回相手にね、スタンされた時にどれだけこの復活が早いかっていうのも注目してみていただきたいなと。例えばバットでどつかれたりとか、花火ですよね、爆竹使われてスタン食らった時にどれだけ早く復活できるかっていうところも合わせて見ていただきたいなと思います。さあ、最初のターゲットでございます。ここは落ち着いて投げナイフを取っておこう。よいしょ、一発。キャッチした方が良かったかもね。当たらないか。今のは当てたかった。よいしょ。ふん。あれもね、窓から出る前に当たってたら、おっと、トラップに引っかかっているぞ。おっ。おお、なかなかのホワイトホースぶりじゃないか。おお、しかもスプレーまで。いい男前っぷりだ。いいね。今のところトラップが解除された音は、聞こえてないから直そうとはしてないかな。オッケー、捕まえた。これはと捕まえたぞ。おい、はい、いい感じね。はい、捕まえた。さあ、始末しよう。よいしょ、ストレートパンチからの、うい、よいしょ。梅干し固有の技でございます。はい、ね、頭が面白いことになってますね、この人は。一体何箇所蚊に噛まれたらこんな頭になるんでしょうかね。さあ、まだ建物の中におられますよ。さっきの肩からセーターをかけてた男キャラかな。窓から出た音がした。はいはいはい、あそこを捕まえよう。
オッケー。うん、当たらん。うう、なんてこった。いい逃げっぷりですな。うう、かすったら今。あー、ミスった。こっちじゃない。こっちじゃない。こっちじゃない。あー、違うんだ。これ窓壊してからやらなきゃダメなんだ。焦ってるな、俺は。どうどうどう。ちょっとシーズンあろう。そうなんです。非常にこの窓から出たり入ったり戦法っていうのは非常にやっぱり強い。完璧に防ぐには窓を破壊しなければいけません。ただ時間を使うんでね。おい、えらいうまいことやってくれるやないか。うん、そうでしょう。そうしますね。うん、でからまた中に入るわけですね。この高速移動を使わないと難しいでしょうね。うん、うまい。この人の逃げ方は非常にあのカンセラーやる人はね、なかなか参考になると思いますよ。下手に他の家に行くよりは、こうしてあの2つドアのあるねところで逃げまくると。 OK、 捕らえた。これは捕らえた。はい、うん、フィニッシュ。ヒこれダーティーって感じだね。はい、やっと島過ぎた。やたらと時間かかったぞ、二人目。おった、見つけたぞ。惜しい。なるほど、家の中に入るということで、さあプレッシャーかけていこう。お、フレアガンを撃つ気満々じゃないですか。もうすでに構えていますよ。おっとミスっちゃったな。はーい、そう、窓から逃げるのではなかったのか。ここら辺走れないジェイソンの弱いところが出ている。さあどうする。お、来るか。よし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 。はーい、肉フックの系だ。よいしょ。はい、それではワープしましょう。3人目。おった、そんなところにいたのか。よーし、キャッチ。これは早かったぞ。君はもぎもぎの系だ。もぐ。いいね、この荒々しい感じがいいね。今なんかトラップを解除した音が聞こえたぞ。ガチャっていう。あ、こちら側か。あー、いますね。おお、我が宿敵トミー・ジャービスではないか。逃げまくってません。まあ下手に追いかけなくてもいいかな。ん？近い。なんだ言った君は。なんで突っ込んできたんだ。プン、プン、
あった梅干しジェイソン固有の倒し方はなかなか残忍ですね。はい、銃を無効化するぞ。一気に距離を詰めるぜ。おい、よっこいしょ。銃使わせない。オッケー。はーい。あとあとね、見つけにくいトミー・ジャービスをここでやれたのはでかい。今ので6人目。残り2人ですよ。どこにいるのかな。まあ今日ね、ライブはやってません。ライブなしでもずーっと野良で、アンケートですごくこのパート9のジェイソンを使ってほしいというね、リスナーさんの希望が多かったもんなんで、ちょっとこれね、なんとかお見せしたいと思ってね。やっとですよ、ほんと。さあ、このチャンス、全滅のチャンスものにしたい。オッケー見つけたぞ。こうなったら逃げれんぞ。あー、いける。まだいける。間に合う。よいしょ。よいしょ。しかし、だいぶダメージ与えたぞ、今ので。遠くには逃げれんはずだ。おお、そうか、そうか。一気に距離を詰めよう。おいしょ、いい。だいぶ余裕がね、出てきました、心に。あれ？はい、このようにね、建物の中にいないように見えて隠れてる可能性が非常に高い。ほら、声聞こえたでしょ。隠れてます、これ、建物の中に。だから建物が赤く、あの2の能力使って強調表示されないからといってどっか行かないようにね、この建物の中の、例えばタンスの中であったりとか、ベッドの中にいますから、間違いなく。だって声聞こえるでしょ、はっはっていう声がね。あのクローゼットしかないじゃん。というかここだ、間違いない。はい、今のようにね、彼女は非常にステルス能力が高いから、あのようにね、心音が聞こえなかったりとかしますんで、よくよく長いことおったら、息が続きませんので、どうしても分かりますからね。さあ、ラスト一人だ。いないね。上から順番にクリアリングしていこう。この近くにはいない。次は右のエリアに移動して、はい、そして2の、あ、見つかった。おったおった。はい、もうこの方角にいてるということが分かったら、テレポート確認して、高速移動で一気に間を詰めます。おお、ラストだよ君が。あ、スタン食らいました。ほら、スタンから復活する時間短いですね、やっぱり。うん、これは短いですよ。スタンから復活する時間が今ご覧の通りですね、短かったです。これは他のジェイソン使ってたら全然違います。よいしょ、よしよし、捕まえたぞ。おしまいだ。手首をもぎもぎしてやろう。はい、ということで、
パートナインジェンソン、頭が男梅のような梅干しのようなヘッド形状のジェイソンで遊んでまいりました、最後爆竹でのスタンからの復活、これがこのジェイソンのいいとこ、まあ目玉と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ車で運転席を巡る攻防であったりするときに爆竹とかバットでどつかれたり、後にね、たったと車出発されるっていうことがあるかと思いますけども、それらを早く復活することによって妨げることができるかもわかりません。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。高評価もしくはまだチャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた見に来てください。バイバイ。